皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2019年公開の、アス。現代、アス。監督と脚本はジョーダン・ピール。主な出演は、ルピタニョンゴ、ウィンストン・デューク、エリザベス・モス、など。アデレードは夫と娘、息子と共に夏休みを過ごすため幼少期に住んでいたカリフォルニアを訪れる。早速、友人たちと一緒にビーチへ行くが、不気味な偶然に見舞われたことで、過去のトラウマがフラッシュバックする。その夜、家の前に自分たちとそっくりな、私たちがやってくる。というストーリー。よく見られた脚本、不気味な雰囲気や緊迫感がある演出は安定のジョーダン・ピール監督クオリティ。中盤まではドキドキしてみたが、種明かしはなるほどとは思ったが、それだけ、と少々物足りなかった。ちょっと設定にこぼりすぎて、話を広げすぎたか。ということで、評価は。Thumbs down.